第 15SS 武装的弾兵士団は武装親衛隊の士団である。1941年6月22日から始まったバルバロッサ作戦はドイツ国防軍及び武装親衛隊に多大な人的消耗を強いた。これを補うべく武装親衛隊はドイツ人に限らず占領地の住民から兵士を供給すべく行動を開始する。親衛隊全国指導者 ハインリヒヒムラーは、募集業務を東方帝国委員会に行わせ、1942年8月までに、バルト3国で、武装親衛隊の連隊が設立されていった。このうちのラトビア SS 義勇連隊が、第 15SS 武装的弾兵士団の中核となる。しかしこれらの連隊は小規模であり、広大な東部戦線で活動するには、不十分であったため、部隊規模の拡大が図られた。 1943年に、1915年から1924年生まれの男性を徴兵。さらに1944年には1904年から14年生まれと1925年から26年生まれも強制的に徴兵した。これらの人員により、ラトビア s s 義勇連隊は s s 義勇師団に昇格。後に第15番目の武装親衛隊師団の指定を受けた。 しかし SS の名称は受けられず、第 15SS 武装的弾兵士団と表記されることになる。しかし戦況は1944年のソビエト赤軍による反撃作戦により極度に悪化。士団はポメラニア防衛戦に投入されるが、戦力が10分の1になるほどの激闘を戦い抜くことになる。更新するラトビア義勇兵、1943年11月。 撮影第 15SS 武装的弾兵士団は、ポメラニアの壁で、その防衛任務に就いた。1945年2月2日、士団はポーランド第一軍所属不評第一士団の、第三不評連隊第四中隊の32人の捕虜を納屋に閉じ込め、消殺するという戦争犯罪を犯している。その後、生き残って、ソビエト赤軍の捕虜になることを恐れた士団の、 残存兵は1945年、ベルリンにおける最後の戦いで、必死の戦いを見せた。最終的に、ウィリス・ジェイナムズ新兵隊大佐に率いられた師団の残存兵は、エルベ川近郊のグターグラックで、アメリカ軍に降伏した。ありがとうございます。